はい、始まりました信長の野望創造実況黒田官兵衛編。今回は鈴木家攻めていきたいと思います。お鈴木よし、決定やな。飯田角兵衛、よし、それじゃあ進めていきましょう。まずは開発と、商業、よいしょ、商業か、よいしょ、よいしょ、商業、農業、ここは兵士か、兵士、よし、そろそろ、次、修復、ここ修復してから、よし。五着城、ここやな、農業、建設できるとこはガンガンしていくと、よし、これで築城はな、できそうなとこがねえしな。よし、じゃあ鈴木家潰しに行くか。ここがぐちゃぐちゃになってるな。この3つとりあえず潰すべきやな。近場から出したいな。有岡城、潰しにするぞ。有岡城から、ここやな、こっからも出して、戦へ参る。追上、有岡、こっからも出せな。石山、出陣するぞ。とかは出せへんな。岸和田は出せるから、岸和田から出して、腕が鳴るぜ。こっち攻めると、高谷城はちょっと出さんと、こっから出す。我が戦場見せしましょう。よし、三木城、五着もちょっとまた、民主城から出すか。出るとする、遠いな、この城やな。ここ3つは後で若狭武田をここ攻めるから、それまでちょっとエースどうなんやろ。本庄落としときたいしな。若狭武田に送るかな。また後でいっか。よし、これでとりあえずスタートさせるか。よし、我が戦お見せしましょう。勝負、これ強いな鈴木。よし、よし、かも始めろ。通信する、出るぞ。
小田とやってる間にこっちはこっちで攻めるか。援軍も来てるし、いけるやろ。よし、まずここで戦うと。弱っているところを攻撃、前方的な攻撃状態か。かしこまりました。よし、うわ、びっくりした。狙撃されるなら、基本的に攻撃状態か。勢崩しして、よし、さらに勢崩し、よし、3体で囲んで、よし、こっちも戦う。ついてこい。相手300、500か。まあ勝てやる。電化できるの、射撃を強化、守備を強化。射撃でゆっくり潰すか。うん、ちょっと待って、守備強化しとこ、さらに守備強化、これ重ねがけして効果あるのかな。よし、一気に縄文破壊。かしこまりました。お助けいたします。どんな感じや。おお、鈴木とやってんのか。囲め。お、赤松さんやばいや。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。よし。開発。農業。弊社。商業。商業。やっぱ大阪商業強いやな。弊社、どうやろ、若狭武田攻められる状態になってきたかな。農業、回収、整備、整備しとくか。どこがどうやろ。お、最近整備やってへんかったしな。石山本願寺周りと非常上周り、高槻の周りもやっとかなかな、うん、有岡城周りも、じゃあ松永、よし、これでいっか。どうなってるよ。
取り囲まれているけど、織田家に武士を全部奪われたくないな。ここを先攻めとくか。出るとするか。よし、とりあえずこれでいってこう。戦いになってる。お、成功や。承知いたしました。これかしこまりました。門とか攻撃できるのかな。かしこまりました。承知。妨害の効果。あ、攻撃できるのか。ランスで一気にとどめを刺すと。よしよし、縄文かかい。あ、なんか滅んだけど、何が滅んだかちゃんと見えへんかった。ここを織田家に落とされたか。どっか滅んだな。朝倉がもう落ちんな。この部隊はこっちや。鈴木落として大名を、武将を全部手に入れんと。服部は徳川家か。朝廷の信用百姓をして停戦。信用を使って停戦。援軍、援軍要請出せ。どうした、かかってきな。敵将捕獲したぞ。めちゃくちゃなって、なんか挟まれてんな。こう状態なんやろ。これは服部、あ、鈴木と徳川が同盟なんか。なるほど。ということは、前方敵を攻撃力か。まず突撃して、乱戦強化して、お、守備が下がらない。うわぁ、ちょっと同士打ちになってもらった。集中させる。やばいな。
まずいなこれ。前方の敵の攻撃弱体がちょっと、スピードが速い。これで届かへんか。もうちょっとかな。こんな感じかな。届かへんな。手崩しといて。采配が足りん。とりあえず。頑張るしかないか。流星数では勝ってるからな。それでも辛いな。ここまでいると生まれる前に服部半蔵強い。服部半蔵強いぞ。それでもこの調子やったら勝つけど、6086502504。やっぱ勝てへんな。それでは よし勝ったけど、かなり傷ついたな。追上ここは乱戦っていうか、こっちが味方か。アラウサ火を入れ、かしこまりました。島左近福原隊アラフサ隊。承知いたしました。よし、お射撃強化。守備強化、射撃強化。周辺の妨害の効果未来だ。承知いたしました。向こうの敵の守備を取ったかも。それならもう突撃するか。やばい。お、守備強化、一気に落とす。よし、
お、赤松が死んだ。ご命令を。先代が死んだな。報告します。長宗我部との同盟。同盟続けよう。24ヶ月、うん、よし、今回ここまでにしようか。次回、あ、あれ、え、もう川野がもうダメやん。長宗我部に、あ、長宗我部が四国をいつの間にか制圧してた。これは長宗我部ちょっと置いといた方がいいな。毛利も封じてるし、両方押さえとこか。よし、今回これにて終了。次回は続き攻略していきたいと思います。以上、終わります。